みんないい子にしてた？おかえりなさい、ママサレ。ママって呼ばないでね。いつも言ってるけど、私まだ17歳よ。それよりも悪いけど、お腹ペコペコだから、晩ご飯の残りでもあったらちょうだい。何もないならてんやものとか頼むけどね。あ、大丈夫です。今日はすずめお姉ちゃんが仕事で遅くなるって言ってたから、私たちが食べるものを用意しといてくれて。だから食べるものはありますから、食べ直してきます。危ない、慌てなくてもいいからね、くるみ。っていうか、食べ物の用意ぐらい自分でするわ。もう夜も遅いし、くるみは部屋に戻って寝ちゃいなさい。いや、でも、せっかくママサレンがお家に帰ってきたから、おしゃべりしたい。ああ、うん。じゃあ一緒に食事の用意をしましょう。仲良くおしゃべりしながらね。ずっと家を空けちゃってごめんなさい。寂しかった？うん、みんな寂しがってましたよ。うん、でもあとちょっとの辛抱だから。今日もなんだか無駄にトラブルに巻き込まれちゃって、先行き不透明だけど、あんたたちの平和な暮らしが第一で最優先よ。締めちゃ嫌です。苦しい。私たちはどうすればよろしいのでしょう。ああ、ごめん、お客さんを玄関の前で立ち往生させちゃって。空き部屋がいくつかあるから案内するわ。そこに荷物を運び込んじゃってね。悪いけど、ベッドメイクとかも自分でやってちょうだい。一流ホテルのスイートルームとはいかないけど、まあ雨風はしのげるわ。今日はお互い疲れてるし、ゆっくり休みましょう。おっと、言い忘れてたわね。淑女らしくきちんと歓迎の挨拶をしないと。ようこそ愛しい我が家サレンディア救護院へ。ふむ、なんだか今日はずっと状況に流されっぱなしでございますね。お疲れでしょう、主様。手早くベッドを整えましたので、横になってくださいまし。はい、荷物は後日これまで寝泊まりしていたホテルから運んできますので、今日のところはゆっくりお休みになってくださいまし。はい、サレン様のご厚意でこのサレンディア救護院に泊めていただけることになったのですよね。ホテルまで戻ろうにも、もうだいぶ遅い時刻でございましたし、ずっとホテル暮らしをしていると宿泊費だけで救急としてしまいますしね。ほとんど無料で寝床を提供してくれるというサレン様のご提案は渡りに船でした。いろいろトラブルに巻き込んでしまったお詫びなどと言われましたけれど、まあお言葉に甘えて今晩のところはご厄介になりましょう。あれなら生活が安定するまでここで寝泊まりしてもいいなどと言われましたけどね。そこまでお世話になるのもやや心苦しくはありますね。サレン様たちを信用してよいものか、まだ判断がつきませんし。まあ私は主様のご判断に従います。どうかお好きなように。何があっても私が主様のお命だけは守り抜きますので。とはいえ、さすがに今日は散々修羅場に巻き込まれたので疲れました。
私も休ませていただきますね。おやすみなさいまし、主様。食事の準備ができましたので、まだ起きられておられるならご一緒に。あなたたち、なんで一緒に寝てるんですか？ふむ、何か問題がございますか？いや、問題っていうか、コッコロちゃんはまだ子供とはいえ、若い男女が同寝なんて。もしかしてお二人はそういう関係なんですか？そういう関係とおっしゃいますと？私と主様はご覧の通り、ごくありふれた主従関係でございます。就寝中、主様は無防備になられますからね。こうして私が同じ寝床に入って身辺の警備をしているのです。何があってもすぐに対処できるように。私は体温が高いらしく、抱っこして寝ると湯たんぽ代わりになっていいと主様には好評でございます。いけませんか？いけませんよ。あなたたち別に親子でも兄弟でもないんですよね。間違いがあったら大変です。子供たちの教育に良くない。コッコロちゃんにも別室を用意してますから、そっちで寝てくださいね。ほら、おいで。早く子供たちに見られる前に。ふむ、何をそんなに慌ててらっしゃるのですか、スズメ様。私たちこれまでも同室で寝泊まりしておりましたよ。それぞれ個室を借りると宿泊費が高くつきますからね。ダメだったでしょうか？ダメですよ。もうあなたたちってたまに常識がないですね。謝ることはないですけど、そういえばあなたって記憶喪失なんでしたっけ？だからいろいろ大事なことがすっぱ抜けてるんですね。それなら情状酌量の余地はあるっていうか、仕方ないです。でもまあ、やっぱり若い男女が同寝するのは問題なので、すぐ向かい側がコッコロちゃんの部屋ですから、コッコロちゃんはそっちで寝ましょう。けれど私は主様のおそばから離れたくないのです。わがままを言わないでください。寂しいのはわかりますけどね。心細いなら私が一緒に寝てあげますから。ふむ、主様はダメで、スズメ様は OK なのでございますか？理屈がわかりかねます。できれば主様と一緒がいいのですけど。はあ、もうどう説明したらいいのやら。困っちゃいますね。とにかくお嬢様が広間でお待ちですので、二人ともそちらで一緒にお食事をとってくださいね。まあ眠いなら寝ちゃってもいいですけど、しばらくお二人はサレンディア救護院で過ごされるんでしょ？それならおしゃべりする機会はこれから先いくらでもありますからね。